はい、どうも。どうも。弁当男子続いてます？続いてますよ。ねえ、はい。今日は何ですか？今日はね、今日普通肉じゃがです。すげえな。普通の肉じゃが。で、おにぎり。おにぎりですね。で、寒いし。スープ。すごいな、すごい量の肉じゃがや。どうした、なんか。ん？持ち込んでるけど。いや、こうバンダナを作ったのね、こう。お弁当をしたんですけど、全汁漏れとってさ。全汁よ、わかる？この下見て全汁、この袋を俺はギュッてしてなかったら俺このカバンに全汁全汁いってたから。全汁って何なんですか？全汁、まあ、ブランド、スポーツブランドみたいな。今日はだから汁なしの肉じゃないです。ちゃい込んでるよ。まあよかったよ、海苔スープ買っといて。危なかった。全汁なくなってるからね。全汁って何なんですか？言うて、うん、なんだお前、お食事の時はなんかすごいさっきからしかめっ面が。ちょっと見てくれ、おにぎりさ、走るしなり見てやる。大物やで、これ大物釣り上げる時やる。すごい力がいるんですよ。すごいな、なんでな。硬くなってます。自分で炊いて、あ、そういうことか、ね、冷たくなってます。ぎゅうぎゅうに握りすぎなんだよ。欲張っちゃうからね、やっぱ。続きそうですか、弁当男子。弁当男子は続きそうですよ。見てください、スープで溶かしてもまだ、そのまんま。